よね、古風、風情がある。宿場町的だったんだろうな。こういう雑貨屋みたいな、おもちゃ屋みたいなあったよな、そういえば、うん。ここはまだ昭和が残ってるよな。路地だよね。子供の頃はこういうところが世界だったんだよな。あそこのおもちゃ見に行こうみたいなさ、一日こましたり、めんこしたり、べったんしたり。俺たち西成では、東京ではめんこって言うけど、俺はべったんって言うんだよな。お前らはなんて言うの？めんこですね。めんこか。べったん？べったんですね。べったん。うん、俺らべったんって言ってたけどね。別端です。僕も神戸なんで。うん、あとバイやったりね。バイです。あのこの鉄の駒みたいなのぐるぐる巻いてシュンってやるんだよね。こ駒とかもよくやったけどね。駒は鉄、横に鉄ある駒とかさ。今もうそういうのでゲームで子供がもうヒューンってやって、うん、そうそうそう。お前よく知ってんな、そういうの。お前は遊んでんじゃないか、それで。こんにちは。沖縄から北海道まで歩いてんの。宗谷岬まで。あ、どうも。失礼します。ご苦労さんです。沖縄からね、北海道まで歩いてんの。1日30キロ毎日で、これ5回目。アメリカ大陸も歩いて、キューバも端から端歩いて、今ここ歩いてるんです。今日おじさんと会うためにありがとうございます。ありがとうございます。Hey! Hello, hello! What country you from? What country? What country you from? Country? Dubai! Dubai. Oh! 僕はね、親父がアメリカ、アメリカ、母親日本。で、十字架担いで歩いてる。沖縄から北海道。いや、あの、歩き。Walking, walking.あ、ここで入ったじゃん。グッド。頑張って。ハロー。へえ、すごいね。日本にいるの？こんにちは。今あの沖縄から北海道まで歩いてんですよ。1日30キロ、3000キロ歩いてるの。5回目で。アメリカ大陸も歩いて、キューバも端から端まで歩いて、はい、73で 歩き回ってるんです。ありがとうございます。で、僕はあの不良牧師なんで十字架担いで歩いてるんです。愛のシンボル、愛されているっていう、ね、今日彼と会ったんでちょこっと話してありがとうございます。こんにちは。沖縄から北海道まで歩いてんの。いますか？うん、5回目、5回目歩いてんの。1日30キロ。30キロ。うん、だひょっとしたら見かけるかもわかんない。9号線ずっと上がっていってから。あれです。頑張って。ありがとう。2軒目だって言ってたよ。およし、ちょっとさっき見かけたんで。ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you. お疲れです、本当に。十字架行進の方、知ってたの？今日は。僕ね、以前ね、あの広島、私、ね、広島なんかがあったんですけど、あの広島の方来られたったり、なんか、ピースカフェとかなんかあって、米田さんかな。米田、元気あいつ。私、直接っていうかね、昔、車屋さん、アメ車の車屋さんやられとって。彼もアメ車好きだったんだよね。そうなんで、あの先生なんかちょっとアップされとったもんで、ああ本当で、たまたま私こっち
あの今夜の方なんですけど、こっち帰ってきてね、3年前、まあ、でもちょっと YouTube 拝見させてもらっとったら今ここがあって、ちょっと日本海の方を撮られるっていうので、この間も出雲の方行ったんですが、そのアップ時間のね、私見てなかったもんでね、本当予定表をで、この何日か前出雲の方まで行って歩いたらええかなと思ったら、全然だね、もうあのズレがあったもん で予定表が出とったんで、ありがとう、それ本当にありがとう、もうすごいなと思って、あーすいません、うん、まだおかけできますけど、明日、うん、あのこれまたお前と、まあ、歯に奥さんにね、あすみません、ありがとうございます、神様マサルと今日会えて感謝します、マサルのこの思いやりと優しさを感謝します、ありがとうございます、ありがとう、本当声かけてくれてありがとうね、まあ、また前進してるから、よかったら私ちょっとね、帰るけど、またおかけますけど、わかりました、